皆さんこんにちは。レック中小企業診断士講座のガイダンスになります。30分でわかる働きながら合格学習法。担当いたしますのはレック専任講師で中小企業診断士の小松義太です。どうぞよろしくお願いいたします。 おそらく、えー、このビデオをガイダンスでご覧になっている方はウェブとかまたはあの教室の、えー、各本校または定型校の画面でご覧いただいている方が多いと思うんですがすごくお忙しく、えー、自営または実際にあの例えば会社の中とかでおそらく中枢で働いている方が多いんじゃないかなというふうに思います。今日はこの、ね、30分で分かるというところこれやっぱりポイントだと思っていて、ね、なんとか30分で、ねえー、この中小企業診断士の合格学習法を伝えたいと思うんですが あの三十分で逆に言うと受かるわけじゃありませんですので三十分で学習法を考えていただくっていうのが大切だと思ってますで学習法といってもこうやって例えば暗記するんだよとかこうやって書けばいいんだよっていう話よりもまずは勉強する気になることっていうことが大切だと私思ってるんですねですので一番最初のところは診断士ってどういう仕組みでね診断士って動いてるのとか どういう人がなるのね、そしてなったらどんなメリットがあるのというところを中心にぜひ、ね、皆さんにやる気を出していただくっていうところを大切にしていただきたいなって思ってますやっぱり人間というのはゴールが見えないとやる気にならないってあるでしょあとこういうことはいいことがあるから頑張るっていうのがあるでしょこれ実はモチベーション理論というところで企業系理論の大切なところになってくるんですね ですのですいうふうにしてやる気を高めていただいた後、えその後レッグとしてのね学習法の特徴といいますかこのいわゆる受験予備校というか受験指導校を使う意味というところを、ね、一緒にマスターしていこうというところが30分の中身になりますのでどうぞお付き合いいただきたいなというふうに思います。さてそもそも中小企業診断士ってどんな資格かといいますとこれ国家資格なんですよね。 やっぱり国家資格だからこそ何て言うんですかねすごく説得力があるというところがあると思うんですね。えどんな国家資格というとえ1行目のところにあります中小企業の経営課題に対し対応するための診断助言を行う専門家というところねこれらに書いてあると思います。こら辺で,す、ね、で法律上の、ね、法律上というのがこの中小企業支援法第11条にあるんですがで経,産経済産業大臣が認定する資格というふうになってるんですね。でこの後ですけど、 中小企業診断士制度というのは中小企業者でこの中小企業者って話なんですけど、これも実はね中小企業経営政策でこの会社は中小企業なんですかっていう話が出てくるんですね。例えば製造業であれば従業員あ中小企業基本法ではですよ。中小企業基本法では、えー、例えば製造業であれば従業員三百人以下 または資本金33億円以下の企業が中小企業になりますよ。またはということは実は言うと資本金が4億円でも従業員が250人だったらオッケーっていう意味なんですね。その資本金基準か、または従業員基準にどっちか満たせば ok ということになるんですが、こういう中小企業者ってちゃんとこれも定義も実は試験範囲になってます。そういった中小企業者が適切な経営の診断、そして経営に関する助言を受けるにあたって。 その経営の診断および経営に関する助言を行う者の,の選定を容易にするため経済産業大臣が一定レベルの能力を持った人を登録するための制度というところなんですね。ですんでこの中小企業診断士って資格を持ってればまずは国家資格ですから、ね、あのかなり迫がある資格というふうに思ってください。でこの後お話ししますけど 年間およそ1000人しか受からない試験ですだいたい2万人の方これ年によって前後は当然あるんですけど2万人ぐらいが受けて最終的に二次試験をね、えー、通過される方は1000人程度というかなり狭き門というところになっていますまあ、ちょっと二次試験を受かる他にも、えー、養成課程というところを受けるとまあ、もちろんね、えー、受けあの一次試験を揃ってプラス養成課程に行くというルートもあるんですけどそちらはかなりお金と時間がかかると いうところがありますんでそっちを利用される方は限られた方ともちろんね養成課程取られてる方で立派に中小企業診断士で働いている方もいらっしゃいますよく私も存じ上げてますがまあある意味あの多くの方は、えー、中小企業診断士試験の二次試験を経て、えー、中小企業診断士登録をされる方が多いというふうに思っていただければなというふうに思いますさてその中小企業基本法では中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事するもの そういうふうに実は位置付けられているんですね。はいで、我々中小企業診断士の業務というところに言うと、この支援法によってね。決まってるわけですね。この経営の診断及び経営に関する助言アドバイスというのが仕事になるわけですね。あの、元々はあの中小企業診断士っていうのは、まああの公的機関に勤める方のお仕事だった時代があるんですけど、もう今民間開放されていて、あの支援法では経営の侵害及び経営に関する助言という,ふうにされていると。 いうふうになってるんですねですのでその現状分析を踏まえた企業の成長戦略のアドバイスっていうのは主な業務になっていきますあの現状分析って言いますともしかするとこのビデオをご覧になってる方でご存知の方もいらっしゃると思いますしもう軽コンサルタントが古いなって言われるかもしれませんがスポット分析という分析があります企業の内部環境 強みとか弱みととかか弱をまず分析するそして外部環境オポティニティ機械を、ね、ちゃんと把握してそしてスレッズ脅威に立ち向かうまあ興味を回避するって考え方もありますけどねそういう現状分析を例えば元にしてで例えばマーケティングとかいろんなことを考えながら企業を成長させていくっていうここねこれがすごく大切なんです。 あのこれよく聞かれることなんですけど私大企業を務めてますから中小企業診断士ってどうなんですかっていうところがあるんですけど中小企業とと、ね、診断士と言ってもももちろん大企業見れますもっと言ってしまえばあの例えば世界に単なる大企業さんありますよね今例えば世界のソニーさんとかパナソニックさんでも昔はソニーさん町工場でしたよね。松下幸之助さん、ね、あの自転車の あれですねダイナモを作ってた時代、ね、三ツたソケットとかっていう時代から、ね、営業をなさってますよね。ということを考えた時にもともと大企業から立ち上がって大企業っていう会社はすごく少なくてもともとスタートした時は中小企業ですよね。ですからその中小企業を成長させていたくもう中小企業といっても例えば本当にに、ね、ちっちゃなひとまず1人からスタートして23人になって10人になって。 200人になって、300人になって、500人になって、5000人になって、5万人になってという、でそれがある意味、全国、土、浦裏全世界というふうに広がっていくっていうふうになっていくんで、その時に使う手法は違う、様々ありますが、ただ、ね、こういった過程の中で成長するということ、大切ですね、これをね、就業務としてるわけです。そしてもう一つ小規模企業の場合は 地域に根ざした持続的な、ね、発展というところなんかも大切になってきますんで単にね大きくなれ大きくなれっていうわけじゃなくてまあちょっとマイナスにならないために一生懸命成長しようかなでも世間も、ね、やっぱり進歩していきますから世間の進歩についていく程度のやはり成長はしていくっていう考え方もあるということを知っておいてください。ですのですすすごく成長発展する会社ばっかりを 応援する意味ではないですよっててこととも、ね、気をつけていいいたただきたいと思いますですので中小企業診断士の学びというのはいいろんな企業でで役役に立つと思います役割です割成長戦略の策定について専門的知識を持ってアドバイスでさらに実行するにあたって具体的な経営計画例えば短期計画1年ぐらいのもんですねだから四半期ごとに立っていくこともあるでしょうでその時には財務もありますし例えば23年とか10年ってことになってくると 2, 3年とと人事計画かかねねそんんななことなんかも入ってきますよ、ね、ですので、ね、あと変化なんかも踏まえて実績とかその後の経営環境の変化も踏まえた支援を行いますですので中小企業診断士は専門的知識を持ってなきゃいけないこれは当たり前ですよまず知識持ってなかったらダメでこれは一時試験と問われますでも受かった後に大切なのはこちら企業と行政企業と金融機関などのパイプ役そして中小企業の施策の 適切な活用支援あのこのビデオを撮ってますのは2020年の3月ということなんですけど今のところでいうといわゆるあのコロナウイルスというところがすごくなっていて中小企業に例えば「助成金どうしよう」とかそれから「融資どうしよう」とか「緊急補償どうしよう」とか「売上げの減どうしよう」とかってことになってくると金融機関さんにちょっと「緊急融資をつなぎ融資お願いします」っていうつなぎもあれば例えば公的機関に「助成金になりますかね」とか。 そういうところにどうやったらねうまく相談できるんだろうとかっていうパイプ役橋渡し役なんかも必要ですから我々求められる知識というのは非常に多いもんだというふうに思っていただきたいだから役割は非常に広いんだと思っていただければいいのかなというふうに思います診断士資格の、えー、取得の動機ですこれちょっと面白いのがグループごとにちょっとねまとめてあるんですけどまず上2つ3つはい。 中小企業の経営診断支援に従事したいと思ったからというのは実はこのところですね19.9%およそ20%で経営コンサルタントとして独立しようと思った信用を高めるいわゆるこれ独立系いうところですね実際に独立系またはまあ、例えば商工会商工会議所とかで支援に従事したいなんてこともあるでしょうけどもう経営コンサルタントプロコンで、ね、やりたいまたはやってるって方のグループは上のグループはい。 まあこういうところに関して言うと、まあ、大体20%から3%というところなんですけど実は真んん中のグループ面白いんですね。例えば中小企業診断士の資格を持ってると優遇されるから2.5%ここって例えば資格手当がもらえるとかそんなところじゃありませんこれもモチベーション上がりますけどこの優遇というのはある意味会社の中ですからこれはビジネスパーソンサラリーマンをもらってる方っていうことですかね。 そして業務遂行上中小企業診断士の資格が活用できるからそして経営全般の勉強など、ね、自己啓発スキルアップを図ることができるからなんていうのがこれが最も多くて6番目ですね上から28.8%というところになってますね、はい、このスキルアップとか自己啓発ってことになってくるとどちらかといえば経営者っていうよりはやっぱりビジネスパーソン今さらにもらっている方というところになってくると思うんですね。 業務遂行上中小企業診断士の資格が活用できるからというところまあこれプロコンとか勤務の、ね、方もいらっしゃると思いますけどね会社かコンサルティングファームだと生きる可能性ありますがまあどちらかといえばね会社のマーケティングとかいわゆる新規事業開発とかねそんなところになってくると思うので大体いい3割ぐらいの方がおそらくサラリーをもらいながら生かしてるというところはこのデータから言えるんじゃないかなと思います。このののググルルーーププねこの真ん中のグループがあるわけです独立したいから また独立してるからっていうグループと今実際にサラリーもらってる中でもうちょっと中小企業診断士をね使ってまあ例えば出世したいとか会社の経営レベルに上がってみたいとか経営,の経営者に直言できるそういったスキルを持ちたいとかねそういったところあとは金融機関の方とお客さんに例えばね助言するにあたってとかねさらに融資を得るためにもうちょっと信頼感を得るために財務手帳を使ってもっとね具体的なアドバイスがしたいとかそういったね 実はところががあるるんんじゃなないかなって気がするんですねそしてもう一つ定年後に資格を活用したいからとか転職の際に、ね、就職の際に有利だからだから定年とか転職とかっていう要するにあれです、ね、今勤めてるところじゃなく利用したいという方も1割から3%いらっしゃるというところなんで要するに独立プロコーンとかっていう方とそれから 今いる仕事で生かすって方と転職、ね、それから定年後の活用なんていうところの3グループ出てるでしょだからさまざま取得してる人はいると思っていただいていいのかなって思います。で私も実際問題事業やってますとまあ,あの例えばあのもうあの私もあの今ちょっと黒く映ってるかもしれませんが結構白,白いところ目立ってるよねって感じだと思うんですが私50代ですが実際事業出ますと60代の方70代の方までいらっしゃると思えば。 学生の方がねこれから就職するにあたってすごくね、えー、事前に取っときたいんだよということで勉強されているケースもあって非常に面白いなというふうに思っております。取得のメリットですので独立な転職の武器、まあ、もちろんンコンサルティング会社もありますけどその他ね例えば商工会とかの中途入社とかいろいろありますからね企業内でも活用就職活動に使うだから若い人なんかも使うケースがあると。 いうところなんかも使ってねぜひ理解していただきたいなと思いますそしてもう一つこの学習によるメリット人脈が広がるんですこれなんで人脈が広がるかってことなんですけどまず中小企業診断士を取るにいらっしゃる方が他事業の方とかコンサルティングをなさってる方とか企業の例えば経営戦略とかになっている方とか中小企業の社長とかいらっしゃるんですね ですのである意味もしウェブ以外で例えばライブの授業に来ていただいて友達とか作るとそれ自体が実は人脈広げになっていくんですあの本当に私も実はね実務補修とかやった時に一緒になったグループが金融機関の方いらっしゃいましたそれからあれです、ね、コンサルトの方もいらっしゃいましたねそれから大学教授の空となった方いたなそれから IT 会社の方がいて。 営業の方がいてで私中小企業の経営者だったんですね。だからそういう風うにして本当に中小企業診断士って取ってる方勉強されてる方が本当にバラリーに飛んでますんで人脈広がりますよ。そして社会人として必要な知識定着するって書いてありますけどこの後ね科目の説明しますけど本当に多岐多様ね多種多様な知識が必要になってきます。ですので新しい知識をね知見を得ることができるというところがあるのともう一つ。 文書力は向上しますこの文書力はなぜ向上するかっていうと2次試験に関して言うと実は80分の試験でだいたい A423 枚の事例企業の文章を読んだあとその後100時とか150時で的確なアドバイスをするという内容が実は二次試験の中身になってるんですねでそこでは中小企業診断士ですから論士一貫してなきゃいけないというところがありますので例えば 仕事述語それからね例えばあれですねあのまずは原因と結果いわゆる因果関係ってやつそういったものなんかすっごく意識して文章を書かないと何々だよーんとかっていいう形ででは済まないわけですねだから例えばね何かこの企業に関して言うとこういった強みがあるからそれを生かすためにこういった新基準に出るんですよって原因があるから結果がありますよね。 そういった因果というのをしっかり意識したりとかするということなんで、すごく論理力、文章力等が向上するというところになります。シャープになっていくんじゃないかなというふうに思います。シャーププラスロジカルというところなんかこの学習によるメリットかなというふうに感じます。ですね、可能性広がりますね。こんなとこですね、中小企業診断し真ん中に幅広い知識と書いてありますが、これ右サイド左サイドって見ていただくと、 まあ独立開業するのと企業内での活躍は両方考えられますね。でさらに専門家として各分野を追求していくって考え方もありますしです、はい、でこのコーディネートするにあたって何で中小企業診断士が向いてるかっていうと例えば経営法務というところを勉強してますから我々ねあの実は。 中小企業だ診断士の科目の7科目のうち1科目はホームなんですねそうするとホーム知ってますから弁護士さんとかあの司法書士さん行政書士さんすごく安心して我々話聞いてくれますよね経営情報システムってありますから多少かじってます苦手得意は別としてですので例えば IT やってるシステム会社の方中小企業診断士の方話すとああプログラムのこともちょっと分かってくれんなって思ってもらえますよね あと要件定義が大切だからあんまりチャブ台ひっくり返すみたいなことしないよねっていう信頼感やれるわけですね財務わかってますから金融機関の方ねすごく信頼できるでしょっていうことになるんでこのコーディネートするにあたってものすごくこの中小企業診断士っていうのがこのねあの信頼を受けやすいっていうところがあるわけですねで可能性いきましょうねはい企業内としては例えば経営企画部これだけに ね限らないです。別に社長市とかいろんな名前あると思いますけど戦略の評価とかリスク分析って比較にできますねそれから新規事業開拓これ企業経営理論のマーケティングなんていうのがあると思うんですねあとスポット分析ってさっき言いましたけどそんなところとかあと例えばドメインだとかいろんな考え方そうしますと新規当たるにあたってねどういうふうな考え方でどこにドミナントしていこうとか考えられます新事業の分析とかっていうのできますし ネットワークを使って売っていくってこともできますで、マーケティング戦略の担当として経営のサポーターへというところですけど今単に売ってくれっていうだけじゃなくて会社を愛してもらって使ってもらって一生がのお付き合いになるっていう考え方すごく大切ですねこんなところも含めて中小企業診断士可能性を持ってるんだよってことを知っておいていただけると嬉しいかなって思います独立開業まあ私も実は会社やってます 顧問契約もらったりコンサルティングやったりそして講師業ねセミナーの講師受験校の講師え私はね結果的に両方やらせていただいてますそれから出筆業雑誌への寄稿を著書の,の作成なんて書いてありますねで私雑誌で言うと経営診断という雑誌にね中小企業診断士講座のちょっとね、えー、実は組織論の実はあのね、えー、連載なんかも持たせていただいてもう4年ほどになりますね まあやっぱりこうやってね、中小企業診断士やってると自分の名前でお仕事できるっていうのもまたあの20年近く私あのいわゆるサラリーマンというものもやってきましたけど、まあこうやって独立会議をしてみると大変ですよ正直大変ですけど、まあやりがいがある可能性もあるかなというふうに思います。そして専門分野持つことありますね。この I.T. とかねマーケティングに特化した専門コンサルタントになるで他の専門家にコーディネートもできるですんで。 あの経営者がまず一番最初に誰かわかんないけど相談したいなと思ったら法務財務戦略 IT 等広い知識を持っている中小企業診断士に相談してもらえればあと我々がうまくつなぐことができるということになるんですね。そういういい意味ででもものすごく、ね、あの本当にできるいろんなことができるということになるんじゃなないいかなっていう気がしですね。あの もうすでに何かの資源を持っってらっしゃる方あの私あのです、ね、実際にあの教えさせていただいている中では弁理士さんもいらっしゃれば司法書士の方もいらっしゃれば弁護士さんの方もいらっしゃればさまざま IT 系の資格を持たれている方さまざまいらっしゃいますけどあのやっぱり中小企業診断士っていうのを勉強してさらにねあのやっぱり活動範囲を広げる方もいますしまあ逆に持たないまでも中小企業診断士のネットワーク持ってたいねとか言うたという時にあのいわゆるね あの相談する相手としていいなぁなんてことを言われたりするケースもありますのであの違う景色見れますよ。事業同士っていうネットワーク、ね、積むときに本当にできますんでねぜひあのこの資格持っていただくといいかなというふうに思いますではこのあと、ね、合格率とか試験の中身いきましょう1の合格率だい、まあ、体151617181920高くて25%この前30%があったかな。で25合格率 これも15%から30%大体平均すると20%一時のね受験者1万4000から2万って書いたのはこれ欠席者なしなんでこれ2年とか3年繰り越しできますからそういうとこも含めると2万人前後までいきますで最終合格するのは900人から1200人ぐらいかな、まあ、1000人前後というふうに考えてください2万人で1000人と考えれば 5%1 万4000人から1000人と考えれば7%どちらにしても 簡単な試験じゃないここまででおいいいてくださいね簡単じゃないですよ特に1位にストレートに通そうと思ったら 0.2×0.2 ですからですよ、0. 0.4ですよね0.04ですよね4%程度ですよ非常に厳しい試験ですからねだからこそこういったね受験期間の力っていうのは、ね、大きく皆さんのことをお救いするんじゃないかなというふうに思っています1位試験の範囲ですはい企業経営理論3つに分かれます 経営戦略論、組織、ね、それから人事なんかも含まれます。マーケティング、私特に組織論なんか担当させていただいてます。それから運営管理は、生産管理を店舗管理。ファイナンスなんかも私やってるんですけどね、一応大学院ファイナンス研究が出てるんで、で僕は全期上級持ってます。ファイナンスとアカウンティングね、そういうふうに分かります。経済はマクロ、ミクロなんて書いてありますが、ゲーム経済とかね、面白しろいです、ゲーム理論ね。こういうの面白いです。経営情報システムはソフトもハードもやりますよ。 そういう意味で結構ハードな試験かなっていうふうに思いますけどねそういう意味でもハードじゃなくてハードウェアって意味ですけどね是非ねあのソフト面のハード面もぜひね理解してもらいたいと思います最近ネットワークセキュリティとかスマホの活用とかこういうところはこの経営情報システムとマーケティングの関連とかねそれと、ね、例えば生産を情報システムに生かすというところありますからこの IT という部分のやはりね理解っていうのはすごく大切になっていくんじゃないかなと思いますそれから経営ォーム これは例えば会社法とかそれから民法とかそれから知的財産法とかあと会社が守んなきゃいけないルールというところの消費者法の法律とかねこんなところが多く出題されています。中小企業経営政策ってちょっと分かりづらいと思うんですけどさっき言ったね例えば中小企業が使える公的な融資制度化っていうのがこの政策というところの分野になってきますねこの政策というところ。で経営って書いてあるのは中小企業白書っていうところで中小企業を毎年ね こんな特徴がありますよっていうところが出題されてますのでえこんなところなんかをご紹介するのが中小企業経営って科目だと思ってくださいまあ一応こんな7科目いうのがあるんですねでよいしょ2次試験これがまた難しい筆記試験ね組織人事マーケティング生産技術財務会計基本的に2次試験に進めるのは1次試験7科目の合格が揃った時そのあと2回 だから七科目揃ったその時とその翌年というふうになってます。はい。で一応先に説明しちゃうと、事例一には企業経理論の戦略論、組織論、そしてマーケティング論が絡んできます。事例三は運営管理のいわゆる生産管理の部分が多く絡んできます。事例四は財務会計ね、あのじあの一時にも財務会計って科目があります。そこらにが絡んできます。プラス企業戦略の企業経理論が絡んでくると。 いう,ふうになってますのでこの赤で囲まれてる企業経営理論それから運営管理財務会計のことを主要3科目っていう,ふうに我々んでますでそれ以外の4科目のことこれを、ね、実は企業経営理論運営を除いた、ね、経済それから、えー、情報法務中小なんて言い方してますけど下の4つのことを周辺4科目なんて言い方します。 このどうやって勉強するかってバランスが大切なのはこの試験制度の話で分かってきます。はい。1年目にね、えー、一次試験受かった場合はあれなんですね。あの1年目で受かればいいんですけど、1回失敗しちゃった、で2年目受けた、また失敗しちゃったっていうと有効期限2年なので7科目揃った後の。そうすると3年目には一次試験再受験しなきゃいけないという風になっています。 じゃあ一次試験合格ってどうやって得られるのかっていうとこうなってるんですね。例えば。これ三科目だけだとしましょう。七科目本当あるんですけど、三科目だけだとしてね。科目 A。受かりました。ね。で、二年目に科目 B。受かりました。で。二年目三年免除使いました。とは科目 C。三年連続失敗しちゃいました。そうすると、ここで。実はこの A. の科目の科目免除だけ解かれちゃいます。 でただしこの2年,間、ね、2年目の科目 B というやつは科目合格有効期限 3, 3回って書いてあると思うんですがもう1回免除が使えます。ですので免除を使って次4年目に A と C 受けると3科目揃って合格したということになるんですね。ですのでこの方は4年目と5年目に試験を2、ね、次試験を2回受けられるということになります。4年目に例えばパスとかっていうのはダメですよ。 その年そのまま受けなきゃいけませんね。4年5年目で受けなきゃいけないんですがそういうふうに合格性になってますですので戦略を立てていくのは大切ですつまり最終年もしね複数年で考えられる方は最終年のところにいわゆる主要科目二次に絡む科目をたくさん残しといてね早いうちに一次科目の周辺科目をこなしておいていただくっていうところを考えると早めに受かるかなというところになってくると思いますですのでぜひ 受験期間の窓口とかに、ね、あ,のあと例えばあの各本校とか定型校の窓口の方にどうしたらいいのかなっていうことを一緒にもしの成績とかトーレンのあれとか自分が得意とか苦手とか持ってきながら是非ね相談していただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。合格にに必要な力、力、は基本知識と一つの応用力それから2次試験には基本知識を展開していく力説明能力。 我々1人の中にも1.5知識っっててあると言ってます。ですので1時を勉強する時から2時で書けるようにしておくっていうとこが主要3五目大切なんですけど、ね、我々講師陣はそういうところに関してしっかりプロとして皆さんにお伝えしなきゃいけないところをちゃんと分かっております。そしてもう一つ皆さんにとって大切なのは高いモチベーションを保って目的意識を持って、ね、ビデオを最初に見ていただいたような形でしっかり受かるんだと思っていただくことが大切です。 で一次試験にはね少しの基,礎基本知識と一つの応用力っていうのがあるんですけどレックの場合はベーシックそれからステップアップアドバンスと3段階に学習分けてますのでですのでベーシックレベルの学習を徹底的にやってくださいそれから基本できょの理解それから過去問の練習これがすごく大切です難問とかで別にね解けなくたって60点あれば受かるわけですからいいんですよ ですよで年によってその苦手科目とか科目の難易度の差とかが波がありますからねそういうところも含めて苦手科目の底上げをしてあのいわゆるちょっと名前がよくありませんけどねいわゆる足切り点といわれる40点というところありますからそういったものを引っかからないように気をつけていただけるっていうの2次試験は採点基準が公開されていません。あの各 試験なんでいろんな答ええが考えられますからねですので2次試験大切なことは通信の方も含めて提出してくださいそしたら我々更新員がしっかり見て添削してどこが悪いのか、ね、例えば「主語術語はつながってないよ」とか「この論拠だったらこっちのことを書いた方が説得力あるんじゃない」「実数無駄に使ってるよ」「予見文に書いてないことをアドバイスしてるよ、ね」こんなところなんかも含めてアドバイスさせていただきます。これ何で必要かっていうとう 皆さん、ね、経営者に現状と今後をしっかり説明する能力というところなんですね。ですので我々経営者の目線であとコンサルの先輩の目線でしっかり皆さん見てますから、ね、ぜひあのこういったところに出てください。でぜひねあのライブの授業ですとあのグループディスカッションとかやりながら切磋琢磨することなんかもやると思います。で高いモチベーションを保つためにはやっぱり中小企業診断士を持ってる先生とかね含めてレックにたくさん先生がいらっしゃいますから。 そういった現役の診断士とか聞いてください。そして同期、いわゆ疑問をぶつけ合うなんてことも大切かもしれませんね。はい。で、レック使ってくださいって話を最後にさせていただきます。はい。レックはね段階的に一時学習していきますよ。ベーシック、ステップアップ、それからアドバンスですんでベーシックレベルをまず60点レベルで抑えていただいて無駄のない学習していきましょう。そして一時の時から二時をしっかり 意識してますんでで日のフォローアップもすっごく充実してます通学講座の場合で言うと全員の買うと名前が一致するぐらいの人数ねあの後藤先生と関東圏で言うと金城先生ね、それから大場先生すっごく熱、ね、心におそらくね指導されるんじゃないかなというふうに思いますで通信に関しても我々講師陣が気軽にね教えてチューターなんて制度で質問をお受けしていますで教えてる先生は科目のプロフェッショナルまたは現役のプロコン いうところになります。ですんですっごく熱く丁寧にね教えてくれるというふうに思います。ですんでやっぱり受験校を使うだけのことはあるなって皆さんに思っていただける教育体制を用意しています。ですのでぜひねあの本当にパンフレットとかご覧いただいてで我々講師陣が何をしたいかっていうと。 皆さんに最小限の努力必要なものは必ずやっていただけきゃいけないんですけど無駄に何年も費やすんじゃなくて時間をちょっとでも節約していただいて忙しいお仕事と資格しとくとで資格取った後どう活躍するかってことを意識した学習を早く受けてもらいたいなっていうのがすごく思ってるところなんですね。ですので是非ねあの我々もしよろしければレックの中小企業診断士講座の中、ね、のところにジョインしていただいて是非 あの皆さんの学習を進めていただいて早く中小企業診断士に、ね、なっていただければ嬉しいかなというふうに思っております。まあ、最後にメッセージです正直あのストレートだったら4%そうじゃなくたって二次一次試験に、ね、20%の難関取り越えてもそれ揃った人が受けて20%しか受かんない試験ですけど困難だからこそ価値があるんでしょ年間1,000人しかもらえない資格に価値があるんです。 年間2万人受けて2万人だったら、まあ、ある意味食い方なんですけど誰でも取れる資格になってしまうとすごいなって思っていただけないそしてもう一つそれを乗り越えたって経験が皆さんを変えてくれると思いますだから価値があるんですねでもう一つ資格取得してなか、ね、あとなかった時と比べて見えなかった世界要するに修行ってこういう素敵な方々がいるんだな経営目線ってこういうことなんだなっていうそういった世界が目の前にパッと広がってくるんですね ですので本当に一緒に頑張っていただきたいなっていうふうに思います。突き放すのではなく一緒に頑張るっていうのが我々レックの更新のねやっぱり願いなんですね。ですので我々の指導についてきていただいて少しでも早くね中小企業診断士のね、えー、合格を手にして活躍していきもらいたいな。もしいろんなことがあったとしてもしね、 あの中小企業診断士をあの何て言うかな？知識として勉強したい方に関してもえこういった考え方、しっかり持ってえ、会社とか事業とかね。世の中で活躍する方になっていただきたいなって思っています。ですので、皆さんにも頑張っていただきたいと思います。我々も頑張りますね。新たな経営をね。切り開くためにえ頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、以上で30分ちょっと超えました。30分でわかる。働きながら合格学習法。 えこれで終了したいと思います。え詳しいことはぜひレック本校またはねコールセンターそれから確定傾向方所にねえ詳しいことをお問い合わせいただきたいなというふうに思っております。以上でね中小企業診断しえガイダンスの終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。